生まれて初めて三国志5をプレイするアキミロです。はい、今回遊んでいくゲームは三国志5 with パワーアップキット版です。こちらは Steam で購入した PC 版となります。先ほど冒頭でも名乗らせていただいたんですけど、私三国志5を遊ぶのは人生で初めてです。まあこの画面を見るのも実は初めてなので、これからちょっとどうしていこうかなーってこれを見ながら決めようと思ったんですけど、ちゃんと上から3番目に武将データを登録するというのがあったので、今回三国志9や三国志8と同じように新規武将を作って始めていこうと思います。ただちょっと予備知識が本当に何もない状態なので、ちょっとやりながら自分もへーこうなってるんだ、えこれどういうことみたいな場面ちょっと多分出てくると思うんで、そこは申し訳ないんですけどご了承ください。まあある意味今までの三国志8や9と違って本当自分も完全に新規として楽しめるので、ちょっとワクワクしています。では早速新規武将を作っていきましょう。はい、で今回のパートなんですが、こちらはパート0ということで武将作成編としてアップしたいと思います。まあ、今まで僕三国志8や9も同じような形でやっているので、もしこの武将作成編には興味ない方はパート1も同じ日にアップするので、また説明欄にも貼っておくので、そちらから本編をご覧いただければと思います。はい、では名前決めてやっていきましょう。まあ名前はいつも通りアキミロです。はい、名前入力完了ですね。5に関してはあざなとかそういうのはなさそうですね。いや、合うのか？これは第二とか、あ、違う。これは難しい字ですね。うん。私は君は常にひらがななので、これで決定です。あ、ルビーちゃんと来ましたね。ルビー。あー。キーミーローと決定。まあ、ただやっぱりルビーなだけで、あざなとかはないようです。これはなんだ？年齢を入力してください。ちょっとどこの時代やるかまだ決めてないんですよね。どういう風に決めればいいんだ。これは15歳とかでいいのかな。8とか9の場合はその何年の時に何歳みたいな形でスタートしていたんですけど、スタートっていうか決めていたんですけど、5の場合はどの時代においても15歳から始まるって形なんでしょうか。まあ、とりあえず15歳から決定してみます。男。はい、顔はこんな感じでいっぱい用意されてますね。1列8人、縦4人なんで1ページ32人ですね。でそれが2、3、4、まあ、5ページ目はフルではないんですけど、こちらで全部で142人かな。こちらの中から私が毎回お世話になっているこの抽選をツールを使って顔を決めていきたいと思います。私8や9やるときも新武将を作る際は必ずランダムで決めておりますまあ名前とかそういうものは直接決めてますけど、ステータス値や顔そういったものは必ずこのランダムに決めて、どんな能力になろうとクリアするっていう、一応そんな感じでやっているので、今回の5も同じようにやっていきたいと思います。では早速この抽選ツール使ってどの顔にするか決めていきましょう。抽選数は1です。ゴー。127番目。はい、127番目は4ページ目の後ろから2番目のこの方ですね。なかなか渋い顔のアキミロになりましたね結構見た目的に言うならば武将、戦場に出てかける武力タイプの武将に見えますけどはい、ということで名前、年齢、性別、顔は決まりましたね。次は親になれる武将がいません。子はさすがに無理でしょ親になれる武将がいませんってどういうことですかね。なんか条件とかあるのかな。あとなんかタイプで万能型とかありますけど、こういうのもどうやって決めるんだ。タイプ特に選べないですね。能力値変更、押せば押すだけ変わるみたいな感じですね。これは三国志8と同じですね。
で、ある程度決まった時にこのボーナスポイントをどう振り分けるかって形っぽいです。うん。にしてもこの万能型を変えられないのはどうしようもできないんでしょうか。まあ、ちょっとわからないので、うん、このまま決めていこうと思います。では今回なんですけど、能力値に関しては自分で決められるという形ではないので、何回この能力値変更というボタンを押すか抽選をで決めたいと思います。はい、さすがに100回とか出られても困るんで、1から10の範囲にして何回押すか決めたいと思います。今日9回です。はい、それでは9回押していきましょう。1回2回3回4回5回6回7回8回、9回目奇妙まあでも武力50は超えてますね。にしても政治と魅力が低い低い、相変わらず困るなこの感じ。はい、では次ボーナスポイントの振り分けですね。こちらどうしていこうかな。ボーナスポイント、まあ、40にあるんで、どうしよう。ちょっと三国志8の場合は武将の能力を育てられるっていうのがもう分かっていたんで低めでも良かったんですけど、今回の5は完全に未知数なんですよね。とりあえずちょっとこの42ポイントは使い切る形で抽選を使っていきたいと思います。まずはこの4つの武力、知力、政治力、魅力、各10ポイントずつを抽選王でこう振り分けていって、どん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 またループする形で余ったポイントを4で割る形で決めていきたいと思います。はい、まずは武力にプラスするポイントを決めます。1から10の間で、ドーン !2! ヘイヘイはい、次、知力です。ドーン !5!1,2,3,4,5 次は政治力です。ドーン !10! 結構いきましたね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 最後に魅力。ドーン !9! 1,2,3,4,5,6,7,8,9 結構いきましたね。なんか武力が伸びてほしいけど、武力がしょっぱいですね。はい、残るボーナスポイントは16なので、まあ、死死16ということで、次、1から4の間で振り分けていきたいと思います。はい、武力、1から4、どうだ !4! よし来ました !1,2,3,4! 次は知力です。ほい !1! まあ、いいでしょう。政治力です !4! 1,2,3,4! 次は魅力です。魅力、ドン4 1,2,3,4 もうあとボーナスポイント残り3なんで0か1ですね。はい、次武力0か1どっちだ。0、もう続けてやっちゃいます。これは次知力ドン1、政治力ドン0、魅力1、知力と魅力が1ずつですね。はい、ドンはい、残りは1ポイント。はい、最後ボーナスポイント1残ってるんで、こちら、もう上から武力から魅力まで1が出た瞬間終わりにします。武力、知力、政治力。はい、来ました。政治力。はい、秋美濃の能力値は武力57、知力69、政治力47、魅力40という能力に決定いたしました。いやー、これはなんか微妙な能力ですね、本当に。まあ何かしらやってる最中に成長できる、もしくはアイテムとかで能力強化できることを信じて頑張ろうと思います。決定。はい、これで武将の作成は終わった感じですかね。内容変更、よし、ちゃんといてくれてます。 なんだここら辺は、将校とかよくわかあ、並び順か人形、あー、なんか能力もちゃんとあるんですね。これはなんだ、水行とかナインでもあった人形の名前と同じですけど、魚鱗とか、
これだけ見てるとなんか9と8の両方の要素を備えててどうなっていくのかが、いまいちわからないなまあでもまあでもわかんないか、一人の武将になりきるのか君主としてプレイするのかもわかんないですね。はい、まあとりあえず武将はこれで完成しました。ということで今回はこれで武将作成編終了となります。途中でお話しさせていただいたんですが、同じ日にパート1本編上げていくのでこの後やっていこうと思います。本当に何も知らないでいきなりやるっていうのが初めてなのでちょっとドキドキですね。今までの三国志は全部過去にそのパワーアップキットはやったことなくても無印の方をやったとか経験があった上でのプレイだったので、どうなることやらということで、もしお時間の都合もしくは興味があれば引き続きパート1見ていただけると幸いです。またちょっと繰り返しになってしまうんですが、一応説明欄の方にパート1のリンクも貼っておきます。はい、では今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。